私たちは一体だ。けれどもあなたたちの目的は金だけサッカーファンが経営陣に向けて掲げた抗議の文字が全てを物語る競合クラブが新たに集う欧州スーパーリーグ構想がわずか数日で頓挫した騒動のことだ当初参加を表明していたのはマンチェスター・ユナイテッド レアルマドリードユベントスなど12クラブ人気も力もある同士だけのリーグができれば放送権量もぐっと増えるというもくろみだろうだが残りのクラブを置き去りにするような姿勢に反発は大きかった新型コロナの影響でクラブの収益が悪化するという事情はあったとはいえファンは一体となり あななたたたた。ちの描いた絵を受け入れなかったこの法と同じ頃国内で聞こえてきたのが「コロナのワクチンは人口や感染者の多いところに重点配分すべきだ」という声である自民党幹事長や政令指定都市の市長から発言が相次いだ「大都市圏での感染抑制は確かに急務だ」 しかしただでさえ供給量の少ないワクチンである。我先にという発想は真の解決になるだろうか。国民が一体となってことに当たろうとする気持ちにも水を差しかねない。